名作ドラマにビビルーム。あ、どうも、佐賀県出身の田舎者おさむです。お願いします。いやー、磯部真希さんナイスアシスト枠でしたね。普通の果汁 TBS 枠で言ったら、まあセイラとかが、まああと何、あの黒部マリオさんが演じてるあのお二方がナイスアシスト枠かなと思ったね。と仕事相手を引きつけての枠をまさかの磯部真希さんがやるっていうね。やんごとなか。ということで今回はですね、ここが良かった夕暮れに手をつなぐ、これ語っていきたいと思います。まあまあまあ、その1話からね全部見たよって方とか、あとまた北川さんの脚本見たいっていう人はね、ぜひ最後までゆったり聞いてってください。お願いします。まず一つ目の良かったところがね、無言の演技がすごいっていうの、これですよね。なんでしょうね、今までいろんなドラマ見てきたんですけど、何ここまでその無言っていうかセリフに頼らず感情をそのお客さんっていうか視聴者に伝えるっていうのはなかったですね。いや、もうこれができるのもね、その広瀬すずさんとか、あと永瀬くん、あと円形さんあたりが結構そういうシーン多かったんですよね。なんか言葉で伝えようとしてる時もあれだいぶ最小限にしてるんかな。なんかそれぐらい表情の演技力がすごいんですよね、この今回の作品は。まあ最終回で言うたら、まあそだ豆とそのお母さんのなんか菜の花畑みたいなところで二人でおるとかあったじゃないですか。そのお母さんのブランドの日本語に戻したら菜の花っていう意味やったっていうね。あそこのね、分かった後、あそこの余韻すごかったっすよね。そっと近づいて、そのそだ豆ちゃんが手をつないで、で、そっからお母さんも握り返して、ごめんね、みたいな。そこまでの間がちょっとすごかったっすね、なんか。あれは見入っちゃうよ。やっぱ無言ってなったらね、その緊張感みたいな生まれるんでね、多分。うん。そこを存分に出したかったんかな、その、監督さんというか演出の方は。あれも、ごめんねなしでも、いけましたかね、松行靖子さん。さすが佐賀県出身ですよ、もう。うん。公表しとらんやったばってね。まあまあまあ、でもなんか理由があったんやろ。佐賀県で公表してない理由。どういうこと？二つ目の、ここが良かった夕暮れに手をつなぐ。人間味がすごかった。キャラクターのね、人間味がすごかったんですよ。普通やったらその、綺麗な一面ばっか見せて、まあ、できるだけ悪いところは見せませんよ、みたいなのが、まあちょっと人っていうか、まあそういうのあるけど、その円形さんが盗作しちゃったりとか、絶対やっちゃダメですけどね。あと、セイラのその、付き合ってるよ、そだ豆は、っていうその嘘つきみたいなね。自分がそだ豆ちゃんとくっつきたいから、永瀬くんとはくっつかんようにしたんかな。まあ、心のどっかに浮かぶけど、これはやっちゃダメやなって思うところを、もうなんやろ、本能のままにやるっていうか、そういう人間味もね、しっかり出されてたから、結構リアルでしたね。その主人公なんでね、そだ豆が。なんか、ベタに言ったら、あのままパリで成功して、なんか永瀬くんも歌でパリに行くなりした時になんか再会みたいなのが、まあベタかなと思ってたら、なんやろ、失敗してっていうか、あそこもリアルでしたね。なんか、なんやろ、余計こっち側、視聴者が応援したくなるんですよね。円形さんが特にそうやったっすよ。最初はなんか、なんやろ、ベテランの感じやったけん、もうアイデアもバンバン出ている人なんやろなと思ったら、まあ、盗作に手出しちゃって。まあ、世の中には多分出してなかったんかな、確か。最終回で再会した時にね、なんかバーで、こっちの道にまた引き戻そうとするんすよね。才能を認めてるから、そら豆ちゃんの。
あそこのやりとり良かったっすね。前回言ってた、なんか破れた後っていうか、なんか汚れたのもおしゃれにするよみたいな言ってらっしゃったんで、多分それが成功した上で、一緒にやろうやみたいな誘ってたの、あのシーン良かったっすね。まあ、こんな感じですかね。もう最終話までお疲れ様でした、もう。キャストさんとかも、脚本さんとかもいろいろ関わってる方々。自分は結構ハマって見てましたからね。毎週、楽しみにしてっていうか。やっぱ田舎もやけんね、おいが。その空豆ちゃんがまあ田舎出身やけんが、より感情移入して見られるとかな。最初はオレンジデイズとか、半分青いの北川さん脚本や、と思ってまあ見始めたんですけど、普通にもうね、キャラクターに引き込まれましたね。さだまめちゃんとか、エンゲンさんとか、松本若菜さんもね、良かったんですよ、磯部真紀さん。ということで、こちらのチャンネルはですね、まあ、地上波で放送中のドラマの、まあ、感想とか語ってましてね、次の4月からのドラマも、何かしらね、考察とか、感想を語っていきますよ。なんでね、まあ、地上波ドラマの、まあ、感想とか、語らう場所欲しいなって方はね、ぜひ、コメント欄とか、使ってもらって大丈夫なんで、ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。